東京本社が入居する塚本祖さん、ビル株式会社新東通信は、愛知県名古屋市中区と東京都中央区に本社を置く、独立系の総合広告会社である。1985年、日本とスペインカタルーニャ州の文化、経済、社会全般を相互に理解、認識を深めることを目的に、日本、カタルーニャ友好親善協会を設立。 1986年にはバルセロナに事業所を開設し、カタルーニア州の伝統的な行事サンジョルデの日を輸入全国主要都市において書店業界や花業界と連携してのイベントを行った。このイベントは2001年12月に交付された子供の読書活動の推進に関する法律第10条において4月23日は子供読書の日に定められるに至った。 イベントは現在も継続して実施している。スペインとのつながりはこれだけとどまらず、世界デザイン博覧会の名古屋城会場では、ガウディの城の企画、運営を行い、スペインワインの輸入も開始した。1998年には、スペインのサラマンカ大学に設立された、日本スペイン文化センターを日本側で支援することを目的に、日本サラマンカ大学ともの会を設立し、 事務局として、その活動に取り組んでいる。これらの実績が認められ、谷木黒会長が2006年スペイン国王より文化勲章にあたるアルフォンソ10世勲章を受賞また、2012年には黒葉孝一郎外務大臣より日本とスペインとの相互理解の促進に貢献したものとして、平成24年度外務大臣表彰を受賞した。 2013年から2014年に日本とスペインにおいて展開される日清交流400年記念事業でもサンジョルギの日のコンセプトを導入した街バルを銀座で共催した。ありがとうございます。